疲れ様です。新宿のめぐです。今日は10月1日に開業した花道東京歌舞伎町に来ています。今日はこの2階のレンタル衣装木の間さんにお邪魔して着物を着たいと思います。ビルはエレベーターも階段もついてるんですけど、今回は階段を上がっていきたいと思います。上がって2階右側にあります木の間さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日初めてなんですけど、はい、どんな感じか聞いてもいいですか？はい、当店はコースがそれぞれご用意がございまして、はい、気軽にお楽しみいただける小町コースから証券のお着物がある雅コース、またその上のコースの方は舞台のお衣装でしたり、うん、花魁のお衣装を楽しんでいただけるプランになっておりますが、はい、今日はどんな感じでお着物着たいなとかってありますか？あとご予算とかですね、はい、ああそうですね、はい、しっかりしたお着物と、はい、あとカジュアルで可愛いものを考えています。ありました、はい、そうしましたらここのコースとこちらのコースで、はい、今ちょっとご案内するので、はい、お好きな着物を、はい、見ていただいて気に入るものがあればコーディネートしていただけたらなと思います。はい、わかりました。よろしくお願いします。お願いします。それでは早速着たい着物を選んでいきたいと思います。何色が好きとかありますか？紫と白が好きです。そうなんですね、可愛、はい、いですよね。紫とかですと、うん、こちらの着物とかすごい、はい、可愛い、はい、柄がすごく可愛いですね。そうなんです、はい、お色味もピンクとか毛色とか入ってて、うん、ちょっと色っぽいようなお色の組み合わせですごくおしゃれに着ていただけます、はい、白系もあったりするんですけれども、はい、袴で白を入れて、はい、上はなんか違う色を入れてっていうコーディネートが可愛いと思います。はい、じゃあ袴もいいですか？袴もいいです。結構明るい色味の袴が多いので、うん、可愛い雰囲気で着ていただけるような、はい、お色のご準備になってあります、うん、はい、手に取っても大丈夫ですか？大丈夫です。これも白で、はい、可愛いの方、ね、可愛いですよね、うん、ちょっとグラデーションになってるんですね、はい、あ、かわいい。これはレースです、はい、水色の、うん、あ、可愛い、似合いますね、うん、なんか着物を着たのが成人式の振り袖だけなの で、 そうですよね、あんまり着る機会がないので、はいはい、なんかすごい、かわいいな、はい、楽しんでいただけると思います、うん、こちらの、はいはい、お着物は、裾引き、お引きずりといって、はい、下にこう引きずって歩いていただく、お部屋のような、はいはい、うん、お衣装になっておりまして、うん、引きずって、はい、いただけるようなお衣装になって、かなり豪華な、はい、華やかな衣装になっております。紫好きですよね。いいね、紫と白の組み合わせなので。あのしっかりした、はい、さっき選んだお着物っていうのは、あ、はい、こちらですか、はい、こちらに並んでいるお着物が、はい、証券、あと紬などいろいろな。水色もちょっと淡い感じで、うん、雰囲気にすごく合うと思います。小物にも例えば、紫好きだったら入れてもらえたら好きな雰囲気の色合わせでコーディネート仕上がると思います。じゃあこの水色でこちらで、はい、お願いします。一回ちょっと鏡とかで合わせてみますか？あ、そうですね、お願いします。お、はい、そうなんですよ、ここに大きな鏡が、あ、うん、かわいい、いいですね、雰囲気にぴったりです。ありがとうご
ございます。はい。帯。そうなんです。これは男性ものの帯が並んでいて、はい、上は手結び。このもう形ができてるのは作り帯になってるので、こう簡易的にこうビビッと取って、はい、着付けできる感じですね。で、これはなんか無料でついてる、はい、で、ちょっとオプションでプラス550円していただくと、こんなに豪華な。はい。お金に。もう新品なので、いいでね、そのタグがついてるので、新品の証なんですけれども。はい、かわいい。はい、で、お通りも無料で全部ついているので、はい、ここでお選びいただく形になります、ね。はい。じゃあもう本当に一式、はい、上から下までメンタルできるって感じなんですね。はい。で、こちらに女性ものの帯が並んでいて、はい、一番下は半幅帯って言って、ちょっとあの幅の、細い帯なんですけど、わかりやすく言うと浴衣とかにも使ってるような帯になってます。で、上になっていくとちょっとグレードアップタイプにはなってくるんですけれども、今日お選びいただいたこちらの着物には、はい、無料で全部この帯がついているので、はいはいはい、そうしましたらお下着はつけたままで大丈夫なので、はい、お下着の上からこちらの花着着ていただきます。はい、右側の紐が最初に中に来ます。最初溝、はい、左側の紐が上から来て、はい、ここで結ぶ形。はい、わかりました。はい。可愛い。なんか人にできるけど自分できない。あ、こういうの好きですね。こういうの好きです。はい。おー、すごい、かわいい。リアクションが良くて嬉しい。はい、箱の辺とかにパールつけて、はい、うん、来てもいいかな。はい、じゃあそれでお願いします。あ、これって作りなんですか？そうです。ちまちまやって。嬉しいね、それ嬉しいですね。このお花もですか？お花は手伝いでのものと、はい、ない、もともと1個1個もらったものとかあるんですけど、うん、可愛い。なってて、もうちょっと欲しかったお着物に合わせた。はい。うん、あ、それ可愛いです。うん、はい。白好きですか？好きですね。じゃあ白。ちっちゃい花可愛い。え、そうなんですよ。ちっちゃい可愛いです。
かわいい。新宿の街も歩けるので、皆さんもよかったら来てみてください。今日はこれからコーヒーセーブでお食事しようと思います。コーヒーセーブについては次回の動画になりますので、そちらもよかったら見てみてください。あとチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではお疲れ様でした。